名前ならこの間教えただろ。カツラギだよ、カツラギ。あたいはカツラギだってのそうやった、そうやった、カツラギやった。なんだか調子が狂うけど、これも何かの縁だ。さあ、今度こそあたいと勝負しようぜ。ええよ、勝負なんてめんどくさい。だいたいやな、わしは超秘伝忍法書なんて持ってへんし。そんなもん関係ねえ。前に言っただろ、あたいは強いやつと戦いたいんだ。しかし、ほんまに元気なやっちゃな。ん？そうや、いいこと思いついた。おいおい、何グズグズ言ってんだよ。ほな、あんたと戦ってもええよ。おお、そうこなくちゃ。ただし、戦う代わりに一つ頼みたいことがあるんや。頼み？頼みってなんだよ。わしに感情ってもんを教えてくれんかの。感情？わしは笑ったり泣いたり怒ったりしてみたいんや。どうして？わしには感情ってもんがないんや。別にそれで困ったことなんかないんやけど、わしの仲間たちがいろいろと気にかけるもんやからな。笑顔ってのを一つぐらい見せてやれたらなと思うんや。なるほど、そういうことか。だったらあたいと戦うってのはちょうどいいぜ。日陰、あたいが戦いで教えてやるぜ。感情ってもんをな。それは楽しみや。ほな、始めようか。日陰、悪の定めに舞い順じる。
しとるわ。よし、危ない。今からセクハラタイムだ。行くで、忍び変身。やるぞ。あんたと戦ってるとなんだか今日はここまでにしとこか。撤退命令が出てるんだ。ヒカゲ、お前の心にちょっとは届いたみたいだな。あたりの気持ちを込めた拳が。しかし、なんだろうね、あたりってやつは。心を閉ざしている奴を見ていると、なんか構えたくなっちまうんだよな。日陰、次の戦い楽しみにしてるぜ。